ジエゴコスタ復活、ジエゴコスタ復活、ジエゴコスタ復活。サンキューウルブスに加入したコスさんがもう変えちゃうってことに気づいた瞬間、もう動画回しちゃってたよね。これ待望だった人間多いじゃねえのこれ。ちなみに俺はジエゴコスタのことあんま知らねえ。チェルシーとアトレティコでドカドカして、コンパニとドカドカして、オオカメにビクビクしてたってことしか知らねえ。マジでさっきゴール集見て、なんでこの頃からサッカー見なかったんだろうって後悔するくらいではやばかった。マジでめちゃめちゃ豪快に来ると思ったら急に繊細になるところとかたまらなかった。高低差やばすぎて不動だったわマジで。そして能力者、その圧倒的なパワーを体現するため、そしてサムネイルを彩るためにフィジカルコンタクト90かましてギャルでーい。実際マジでなんかその体全部使ってなんそのホッチキスみたいなヘディングショットから、マジそういうの狙っていきたいですね今回ね。ちなみにスキルバケモンでダブルタッチヘッダー、ワンシューワンパー、チェイシングヤバトル、マジブルーロックエゴ超えてジエゴでこで、早速ジエゴゴスタにガキボコボコにして、もうそれをおかずにしておちんちんコスコスタしていきたいと思います。ピピオーおいでか、なんかお前ちょっと今日なんか声ちっちゃくないかって思いましたが、これも聞いてくださいよ。三笘薫に完全に喉ぶっ壊されちゃったんですこっちは。てかお前チームパワーエロー、まあ、ジオゴスタやなーって感じのシュートバンバン蹴っていこうと思うわ。あのティガレックスの岩みたいなやつ。いやもうディビジョン戦最初からやるしかねえのかって言って諦めておしっこしたら来たわ。へいよっしゃー。あとなんかその調子のね、波のところが普通やったから、おいどっちか片方は正常で追ってくれや正常位。53にデウロフェとかソムミとか使ったらいいんですけど、なんですかこの大富豪はマジで絶対にぶっ飛ばしてやるかな。都落ちさせ、都落ちんぽにしてやるからな。ちなみにジェイゴコスタ 15,000GP でゲットできるジェイゴコスパとなっています。うわ、めちゃくちゃ遅え。年齢を感じざるを得ない圧倒的なこのなんか感性働いてますね。まあ、ここはリューディーガーが突っ込むだけで余裕でボール取れちゃいます。フットボールはフィジカル系になっちまったんだよな。だからジェイゴコスタも結構そういうところではマウント取れるんじゃねえかとか思っていいじゃんか。やん、こいつもフィジカルあるからね。しかもファールももらっちゃうというこのクレバーさ。お前が中盤のジェイゴコスタならどこ行っとんよ、おい。もう完全に鎖から放たれとるけ、あのケルベロス。一発ジェイゴコスタ、ここでスルバス落とします。そうなんやな、ワンパがあるから。で、クロスランが入っちゃったんですけど、ジェイゴコスタがあっち行ったりこっち行ったり騒がしい。バカ野郎騒がしいぜ、やつ。静かにしてくれ。これもう教室やぞ。ムアッペからジェイゴコスタ使うわ。で、前向いて、思い切ったダブルタッチ。うわー、まあ、一回ジェイゴコスタの強み生かして戦っていきたい。ジャガどうした、ジャコスタも相当行かれとるな。ロバスナイス。ピルロがこっち。そうそう、こっちやったら通る。で、ピー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 ワンタッチパス持ってる。こういうとこの小回りもある。コスタ抜けてね。エンクンクのスルーパス。コスタ走れフィジコーン。コスタそこはルーベンにやつをぶっ飛ばしてよ。まずそのジェイゴコスタの再来だ。みたいな。俺が止めたけどコンパニーとセルフラボス呼んでこい。みたいな感じでやりたかった。ワンパ持ちと言ったろ、バカめ。後ろに目がついてるんだよ、こいつはな。俺というのピルロー。オッケーオッケー、バリアスから立てます。ナイス。でジェイコスター、フィジカルで攻めます。甘い。リュディガーさえもこの通り壁となってしまうと、俺がな、ダブルタッチでボールを持つこと可能でしたよ。あらー、さあがジェイコスターが振り子の蹴りで飛ばされたんやけど、リカには勝てないってのか。おい体育はよ、こっからそこ前にボール蹴ります。ジェイコスターに空中したのやらせます。できます。あー、時間が終わります。でもジェイコスターでボール持ってからさ、なんかドリブルしたいとかそういうことで狙ってますけど、ノー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 。もっとコスターはゴールの前で輝くタイプの人間やからな。だからウィンガー使ってボールバー持ち上がってからクロスバール蹴ってコスターや。もうそれ最低の攻撃メニュー、こすい攻撃かまさせてもらいますよ。これが本当のジェイコスターだっつってな。やべえ、ソムミ来てるって。やばいって、ウバメからマークって知ってる。いや、なんか全体が重くなってきた感じがするんで、ここは一つとんでもプレイで違うだろ。お前、豊田麻衣子何回させるんや。最近出てきすぎやろ。もうスターティングメンバー化してるぞ、お前。ソムミが縦の構造を走っていく。いや、ダブルタッチまで遅くない、だって。なあ、なんでこんな急にヌメヌメしだした。いきなりなんかおまんこなんかな、この e フットボールというゲームは。マジで最初の方こんなヌメヌメしてなかったやん。急にヌメヌメすんだよ。ムバッペだで走れ。あとはジェイゴコスタにクロス蹴るだけ。エアバトルだー。ねえママ、早くコスタにボール渡してコスタしていきたいよー。取れる、絶対取れんわけがない、取れんわけがない、取れんわけがない。そんだけ人が集まっといて取れんわけがない。なんでパンチするんや。ボール取ったらええんとちゃうか。ユーディガーが行くな、絶対近い人間行った方がいいでしょうが。意味がわからない、マジで。ここパスを出しなさい。ボールを奪った後の未来があまりにもなさすぎる。はっきり言って。ピルロ、コースを切りなさい。マークをつきなさい。クソです、このゲームは。コース切れるよ、絶対。おー、ディフェンスやろうや。ソウミ、頑張れ。一回回収や。もう、なんや、タッチでかすぎるって、マジで。もう、敵のボール持って追っかけて終わったんやけど。は、おもんねえ、このゲーム。もう我慢ならディビジョン戦じゃー。最近オンラインクイックマッチとかイベントマッチのなんか回線が重い気がします。私は前半と後半で明らかに変えてきた違ったんですけど、これ体力の問題ですかね。その可能性大です。まあちなみに今のところジェイゴコスタの強み一個も出てません。なぜならシュートを一本も打てないからで、ありがとう。これがコスタ君のいいところなんかもしれんな。4-1-3-2。なるほど、強い強い。だから普通であるということは間違いないですね。今後のなんかその社会もそうないからさ、個性がない人間も AI に変わっちゃうよな。だからお前みたいなスカートはもう今後な生きていくことできません。まあ私はどうですか、ジェイゴコスタのセンターフォワードに置いてるなんて美しい
しいな。他の人間の体験できるサッカーを展開して敵をボコる、勝ち点をもらう、ディビジョンに行く、これですよ。ボール取っちゃうからアグレッシブだけやから守備意識の問題ですよ、これは。まあ、ジェイコスタ行く行くんだったらピルロから出そう。うん、ここで一回背負わせてダブルタッチで中央目に抜いちゃって惜しいやん。ドリブル通知最低限あるから、ああいうとこ挑戦してジェイコスタを使わせて、ファースタッチがシュート、これですよ、これ。ムバッペ、ムクロヒロへ、ダブルタッチ、抜けよ、クロス蹴んな、丁寧にしょうもね。ピルロ、一回頭を使わない。そういうことだよな。脳筋プレイ、頭を使いません。で、コースター、これ、ダブルタッチ、こっち。ダブル、ちょ、早押してくれんから、ちょ、回線重くない？エンクンク、ピルロキープ、コースター使う。そして、ここから、インパクトシュート。これや、ジェゴゴーンジェゴや、うわー、落ちー、さらっとボールを奪ってからゴール前向いちゃう感じ、圧倒的エゴ、その感じで陣髪してるだけで、ちょっと待って、逆になっちゃった。お前、あ、やっちゃった、これめっちゃわかるって、ほら。そのインパクトシュートを打とうと思ったら、そのなんか逆側にフリックしちゃったみたいなパターンやつ、マジで、これめちゃくちゃ多い。縦パスでいい、エンクンクボール持ちいいの、もうちょい持とうかな。ここでゆっくりドリブルして、コスタ使ってフィジコンでキープ。フィジコンでキープ、にゃーコスタ返したい、プジョルなんかで負けるか、身長見てから全てがじゃあ、ピルロー、コスタ使う。いける、ジオさんゲットだ、フィジコン、フィジコン、フィジコン、うわー、オッケーオッケー、これでコース切れば問題ないわけですね。コスタ頑張れ、いや、コスタ頑張って、ロボさん頑張れ、頑張れ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 、そこに出した技術とかどうだろう、カムミゲーで足バーンと落ちたらなんとかだろだろう、わけのわからんごちゃごちゃで天気見られやがって、今日は声出さんというところやるちゃうかったか。コスタ抜け出す、抜け出さねえ、ならエンクンクダブルタッチと見せかけて一回落とし、まファールもらおうか。ここからゆっくり、じゃあジェゴコスタしていこうかなって感じ。ウパーメーカーの、ウパーメーカーの位置高いな、やりすぎちゃう。こそこっち、今後美しい、美しい、待って、空だから美しかったのに、ふゆということで、君ヒバー今回はこう、エンク、あ、間違えちゃった、インパクトショット点火だ、決まったな、コントロールカーブ最強なんだ、いけるジエゴ、ジエゴ、これがジエゴ、もうジエゴじゃねえ、ジゴじゃねえか、あそこで体ぶつかってゴロボとぶつかったか意味わからんだろうな、ビューレクトバスターか、なめたプレッシャーって、マジこうなったらコーナーキックでぶちかましてから、毎回エンクンクです。ピルロ拾った、敵のプレスが来ないだったら、キックフェイントから混合するのみ。はい、かねえ。コスターな、足元にボール当ても強いけどな、空中でもっと強いんだから見てろよ。コスターが空き時代ボール渡して、開いた、パス渡していく。ここでフィジコで確実にボール拾いました。コスターのいいオフェンス出たぞ、おい、そこで足元にボールが落ち着くんじゃねえか、コスター。一回ゆっくりこっち向こうが。ダブルタッチ、シュート、これぞジエー、もうなんなんだよ、ジエゴ、お前それ違うやろ、フィジカルコンタクトバンバンの面白キャラはもうダリドンやって、マジで一回キープして、でスペース見つけ次第バスト、そうそうそう、これでぶっ飛ばせる、暗い踏みになっちゃった。バレス、バレス、ナイスすぎる、な、ちょ、やりすぎやろ、お前、カンソルに恨みで終わるんか。じゃあか、ナイスやな、ムバッペ。これだけのスペース、何をするか分かりますか、そう、一回君に預けといて、スルーパス、ムバッペ、ここで相手が昼のとこ立てば、マイボールだ、マイボールじゃねえのか、バッペちゃん、スルーパス、ここ。そうそうそう、で、ピルロから、こっさ動いたなんか、俺はジオコスタ使ってない、スルーパス逃げます、ソンフミスピード。いける、ジオコスタ思いついてくれ、ソン組みたいで。撃て、コスタ、コスタ、コスタ、それがコスタだ、ピルロ思いをつけ、おい弾くんじゃねえって感じ、ピルロナイス、コスタ使います、そしてワン、いや、スルバスタ、素晴らしいボールタッチ、パパ決めよう、もう決める、決める、こんなんやってるからディビジョン3からディビジョン落ちるんだろうな、そうそうそう、でロバーソンから縦パス厳しい、いや厳しくない、レオはもう動き出している、例えばそういうことで、クロス蹴ったらジオコスタ、いけー、ほら、いけいけ、ジオ、ジエゴさん、なんでディフェンダーゴールで、待って、アタッカーがクリアしちゃうじゃん、バカだろこいつら、マジで負けるか普通、これふざけどんなセーブする、俺はユートボールというゲームを通してフットボールが嫌いになったわ。でもコースター普通に良かったよ、ダブルダッチで敵抜け取ったし、まあ、スピード瞬発全然ないけど、身長あるからさ、普通に裏とか飛び出しとったしだ、普通に FP とか出てきたらあいつ普通にクソ強いぞ、いやお前負けたくせに何有名と語っとんじゃんって思ったら、いや勝ったわ、あんなもん5対1って俺の勝ちじゃん、言えバカ、もうゴール前の運だけやからマジで、まあ、そこだけが問題やったから、それ以外完璧やったから、もう言うだろう、やることだって神様にお祈りするぐらいよマジで、ザーメン、ああ神はいない、ジェイオコスタがどうこうするとかちゃう、結果結果これ以上勝ち点取れかったら
まずいです。ありがたい。ムバッペから一回これ落としたところ、ジョレンテもあんぱね。でコースターからこっちサイドで、エン君がダブルだとこっち、いける、お前ならできる、そういう男を仕立て上げた。うん、まあ悪くはないだろう。コースター使おうか。エン君が重たくなっちゃったの、まずいよ。まずいいとこ行こうね。ローザ消せ、ナイス避けた。コースターか、コースター、ビシャコースターとかも90振ってるってことはジャンプを相当高いはずだからね。なんで決まらんや。もうさっきコースター以外沼ったと思ったら、今回コースターが沼っとるやんけ。どうしたらじゃあ、コースターでも裏抜きをやめねえとか。なるほどな、ここで飛び出してシュート、ブチブチブチ。これ15コースターだよ、15コースターや。何このコースター対決、マジアホだ。ナイス。でエン君が前向いてから立てますな。でコースターがボール持ってダブルタッチちょっと剥がした後すれます。これめっちゃ大事。でもう一回キープして、相手がこっち見た瞬間にコースター、キメコこそあれ、それがコスタだろ。ようやくお前はコスタをコスタすることでコスタになったんだよ。私が求めていたコスタ来ました。これマジすればそっち。うまいやん、ボールたちもだんだん落ち着いてきたか。横出してムバペダブルタッチ、相手ガバガバしといてからもう一回ってしますよ。で、マイボール、イエーイ。ジェオコスタを中心にだんだんリズムができてきたな。エン君からサイドやろうね。コスタ抜け出そうとしようから、これピルやっぱ、そういうこと。で、キープ、フィジコン使います。完璧。抜く、シュート打つ。コスタ、もう一撃だ、これがホッチキセット、くそー。逆サイド来ちゃった。めっちゃ君ひこっち絞ってきとるやん。誰もサイドのマークしてない。リュディが行っちゃった。そして、大丈夫かそれ。大丈夫やんな。危ない。新しい iPhone 予約するとこやった。危ない。最高じゃねえかよ。おい、コスター、ようやく始まったみてえだな。しかも空中戦もガンガンいけちゃう。素晴らしい。こけちゃってるぜ。コスター頑張って走って素晴らしいです。ジゴもしっかり走る。ジゴコスター、常連でここ、前飛び出して、スペースあったね。そっからインパクトシュートとかそういうことやりてえ。まあ、不調で体力ないというところを加味すると間違いなく下げるべきなんですけども、コスターで行くぜ。徹底したコスター、コスター、ソウルトゥーソウルでやらせてもらうぜ、こっちは。俺はこの試合を通してやっとコスターを押すことになりましたよ。マジで。これこれこれ、こんな感じ。まあ、絶好調とか使いたい。マジ FP が一番欲しいな。ロバソン、デンベレね。はい、クロス来るやろうけど、まあ無理やって、そんなポンポ入るか。入るかアホ。コースターの口で舐めんな、ソンが出てきちゃった。なんで、ソンこれ行くか。いや、どこ行く。何これ、自由気まますぎ。コースター、これコースを変えて、コースター。ジョレンタでます。コースターはもう一度発生。コースターが入ってきたら、フェアミジカル、マジ、背中を泣き直して、マメがボロげんな。いや、もう一回デンベレ使ってくるっしょ。そういうパターンやろ。お、ピリオ取った。ナイス。コッサン使ってすればさ、いいです。もうできちゃうのがありがたい。で、インパクトバスがバッペバーン。バッペバーン、バッペバッペバッペバーン。こういう感じで周りも生かすことができるし、フィジカルコントロール背負うこともできるし、シュートも打ったら入っちゃう。ゴーだー。すげえだろ、15コースター。できねえこと数えるのが難しいよな。その海来るのか、向かってくるのか。ならば私は君引きを使って完璧にお前を凝してみせよ、風見ろだ。本当の答えは風見ろが握ってたんだな、おちんぽビー。はい、15コースター。デヨングとかマジでもう出てこれない。出るくりは4軍。ソフミ。これ、例えばです。もう、こうなったらソフミ止めらんねえ。で、止めらんねえした後、フジタイトからワンタッシュシュート15歳。バーン！あそこで思いっきりゴールって入れてたったらマジで15歳！やばかったぜ！お前らチェルシーのユニフォームを贈呈したくなっちまったぜ！ここで私、点切り返しましたからね、ジェイコスタをピンポイントで狙っていきたいところ、いけるんちゃうか、インボールシュートで。ワンチャンない？あー、無理か。てかパスになっちゃった。これに関しては言い逃れができねえ。ナイス、リュディガーすぎる。ジェイコスタもう一回ボール持ってフィジコンあります。あー、簡単にルビリス剥がして、バーストでフィジカルで最終ラインでコスター！いや、まあ、勝ったー！よこせ勝ってんさ、てめえこれ！90秒間 !OK! Here we go! J go! 以上！